朝川寛一十二月二十日から九百四十八年八月十日は日本の歴史学者、日本人初のイエール大学教授。福島県日本松市出身。父は旧日本松藩士、朝川正隅、母は旧田野口藩士の長女、杉浦歌。八百七十四年、父正隅が伊達郡立市山村小学校の校長格として、 赴任するため、現在の福島県福島市立小山にある天正寺に移住した後、新校舎と共に建設された校長住宅へ移る。天正寺には佐川が4歳の時に描いた馬の絵が現存する。1878年、立子山小学校初等科に入学後、同校普通科、高等科を修了する。その後、川又小学校高等科へ移り、 1887年10月、ガモウ和ズについて、英学を学ぶ。1888年、現在の福島県福島市、杉の目町にあった福島県人城中学校に入学する。1889年、現在の福島県郡山市に、福島県人城中学校が移転すると、浅川は郡山市の宮本家に下宿し、そこから通学する。 福島県人城中学校在学中、英国人教師トーマス・エドワード・ハリファックスに教えを受ける。1892年3月、同校を主席卒業の後、5月から8月まで、郡山人城小学校で、英語教授の職託を務める。1892年12月、東京専門学校に編入学し、1895年主席で卒業を。 同校在学中に、大西はじめ、坪内昭洋、夏目漱石等の教えを受ける。またこの時期、横井時代により、洗礼を受ける。1895年、大西はじめ、大隈重信、徳富祖法、かつ海収らに渡航費用の援助を受けて、アメリカへ渡り、ダートマス大学へ編入学する。1899年に、米国ダートマス大学を卒業する。そして、 イエール大学大学院へと進み、1902年、イエール大学大学院を卒業する。1902年に博士号を取得。卒業した1902年に、ダートマス大学講師となる。1905年には、クラウンポイントの協会で、ミリアム・キャメロン・ディングウールと挙式を挙げる。翌年の1906年から1907年に、かけて、米国議会図書館と、 イエール大学図書館からの依頼を受け、日本関係図書収集のため一時帰国する。帰国中の1906年9月から1907年6月には、早稲田大学文学部にて講師を務めた。1907年に、再び渡米し、イエール大学講師、ついでイエール大学図書館東、アジアコレクションキュレーターに就任する。そして、1910年に、同大学助教授となる。 1913年、ミリアム、朝川と死別する。1917年から1919 19年には、東京大学資料編纂所での調査、研究のため一時帰国する。アメリカへ戻った後、1930年には、イェール大学准教授となる。続いて1937年には、日本人初のイェール大学教授に就任する。1941年、 日米海戦を避けるため、天皇ずつ、米国大統領新書草案を、ラングドンオーナーに手渡す。1942年にイエール大学名誉教授となる。第二次世界大戦後の1948年には、イエール大学図書館日本部長研究レーターを務める。1948年、バーモント州ウェストワーズボロで死去する。遺体は、 コネチカット州ニューヘブンのグローブストリート墓地に埋葬される。また、福島県日本松市の金色墓地に墓が混流されている。2007年、イエール大学講師就任100年を記念して、同大学寮生ブルックカレッジの中庭に、石庭浅川寛一記念ガーデンが作られた。第一に、歴史学者としての業績がある。古代から近代に至る日本法制史、 日本とヨーロッパの封建制度比較研究の第一人者として欧米で評価され、後にイエール大学教授となった。特に、遺力文書の遺力因果に伝わり、鎌倉時代から江戸時代にわたる古文書群の研究が有名で、これをまとめた英語の著書が、ザドキュメンツオブ入遺力である。マルク・ビロックラ・アナール学派の歴史学者とも交流があった。第二に、 平和の提唱者としての業績がある。日露衝突を表し、全米各地で日露戦争における日本の姿勢を擁護し演説した浅川は、日露戦争後の日本の姿から将来の火器を予測し、日本に継承を発するため、1909年日本の下記を表した。日本の下記で発した継承は後に現実のものとなる。 1941年11月、日米海戦の回避のためにラングドン、ウォーナーの協力を得て、フランクリン・ルーズベルト大統領から、昭和天皇宛ての新書を送るよう、働きかけを行った。浅川は、第二次世界大戦中、戦後もアメリカに滞在したが、終生、日本国籍のままであった。第三に、キュレーターとしての業績がある。1906年の、 1> 第1回帰国では、米国議会図書館、イエール大学の依頼で日本東アジア関連図書、資料の収集を行った。イエール大学図書館には、手鏡町、小連院、尊遠方針の大筆、で、竹取物語、原始校、角清行記録、列女伝、伊勢物語等が所蔵されている。これらの図書、資料は、欧米での日本研究や、 東アジア研究に必要不可欠なものとなっている。なお、2010年8月には、浅川の呼びかけに応じ、日本在住の同大卒業生や、当時の東京帝国大、黒板か美が送った二曲一層の屏風の中に、東大寺を復興したそう。長原が1192年に顔を記した文章を確認したことを、東京大学資料編参書が発表した。 浅川の数々の業績を称え、2007年10月には、イエール大学講師就任100年を記念し、セーブルックカレッジ校内に、浅川寛一庭園が作られた。この庭園は2000年に、ニューヨークの国連本部にある、平和の鐘公園を作った安倍晋一郎によって、デザインされた。また、ダートマス大学には、浅川寛一の業績を記したプラークが、 浅川寛一博士検証協会より送られた。これに先立ち、2007年9月には、外交官時代に、イエール大に学び、自称、弟子を辞任する、加藤良造中米大使を招いたシンポジウムを、福島県郡山市の浅川歴史博物館で、開催、500人を超す福島県民、浅川高校生等に、真の国際人、浅川について講演した。 2018年11月、浅川没後70年を記念して、浅川寛一研究を行う学術団体として、浅川寛一学術協会が、早稲田大学の研究者を中心に創設された。T. ハリファックス福島県人城中学校時代の浅川に英語を教えたハリファックスは、英国ウィルトシャー州、ウェストベリーに生まれる。 1871年から1874年までの約3年間、公務省電信寮に電信技師として採用された後、中村正直の導入者や近藤誠の公玉塾、等の私塾で英語を教える。その後ハリファックスは朝鮮に渡り、朝鮮で最初の王立英語学校、同文学で朝鮮の関税職員や外交官等に英語を教えたり、 ソウルプ参観の電信線工事に携わったりする。1890年、福島県人情中学校に赴任する。1892年、時の福島県会がハリファックスの解雇を審議することを知った浅川は、留任勘願書を提出した。しかしその後、ハリファックスの解雇が決まった。福島県人情中学校を去った後、ハリファックスは、長野県人情中学校。 朝鮮管理通語学校で教鞭をとる。愛情アグネス・フローレンス・ハリファックスと共に、韓国ソウル市のヤンファ人外国人墓地に埋葬されている。ありがとうございます。